はあ、疲れた疲れた。ということでただいま、あ、そうだ、見てくださいこいつ。ねその辺にいた馬を捕まえたんですけど、そうですね、犬の時みたいにね、この子にも名前を皆さんにつけてもらおうかなと。ということで、今回はですね、あるものを作っていきたいと思います。作り方を覚えていないんだよね。何でしたっけ。これですね、ダイヤ2つ黒曜石本。 OK 了解です。はい、それでは、この廃れ切ったね金の装備たちを強化していきたいと思います。まずですね、まず作るものは鉄ブロックを3つこう並べまして、で次にこうだね、はい、これで金床の完成でございます。まずこの金床でですね、しなきゃいけないことがここに置こうかな、よいしょ。どれを直そうかな。この中で今一番壊れてないのがやはりこの金のチェストプレートなので、胸だね、胸を直していきたいと思います。この縛り上一つしか、金床では直せませんということで、今回直せるのはこの金のチェストプレート B、 これだけとなります。はい、よし、それではこの金のチェストプレート B をね新品に変えたいと思います。じゃぎーん、じゃじゃん。せっかくなんで名前変えようかな。金のチェストプレート、こそ竹。そうだな、名前を決めよう。僕の胸。あ、これならなんか愛着湧きそう。僕の胸。うん、これでいきたいと思います。オッケー。ちょっと待って、なんかこれかわいい。ちょっと待って、これなんか胸のとこつけてないだけでなんかかわいいんだけど。なんか急に子供な感じが出たね。あ、これなんかかわいい。よーし。まあ、とりあえずこの新品になりました。僕の胸をね、ジャギーン。うわー、新品だ。オッケーよし。でプラス、もう一つね作るものがあります。ツイッターの方にてリスナーさんに教えていただきました。金の装備エンチャントしたらどうですかって。その手があったかって感じ。すっかりね、エンチャントの存在を忘れていました。まあ、これは縛りに入れてないので、エンチャントはありということでやらさせていただきたいと思います。エンチャントの使い手、実績解除ありがとうございます。よーし。どこに置こうかな。あ、そうそうそう。こちらですね。こちらの方にね、倉庫を作りました。はい。まあ、ここ倉庫スペースですね。せっかくなんで、エンチャントスペースっていうか、まあ、黒曜ネザースペースも作らなきゃいけないのか。作りますか、どっかに。どっか余ってるスペースないかな。余ってるスペースでもそんなもんスペースはないんだよね。どっか作るしかないか、やっぱり。それじゃあね、ここかな、ここに作っていこうかな。ここをこうやってこうしまして、こうやるじゃん。ここにちょっと2階というか、まあ2階か作っていきたいと思います。よいしょよいしょよいしょ。ここちょっと暑苦しくなるっていうか狭苦しくなるかな。まあいいか。こんな感じで敷き詰めていけばいいかな。よいしょ。あー、この拠点ももう最初に比べてだいぶ変わりましたね。うん、やっぱりマインクラフトってなんて言うんだろう、住み始めたらどんどん変わっていくよね。うん、それと一緒だね。よいしょ。こんな感じにして、もう壁はこれでいいや。よいし
でこうか。オッケー、できました。で、エンチャントスペースなので、ここかな、ここに置いて、ここも、あ、ちょっといろいろとすることができた。いろいろとすることがありますね。こけし、あ、あんじゃねえか。まずここをこうして、ちょっとここ上がってこうかな。こんな感じ、こんな感じにして、ここもこうか。あ、ならこれもこうかな。こうした方がいいか。よーし、おお、いい感じ、いい感じ、いい感じにできる気がするよ、これ。んで、なんて言うんだろうな。あ、いいものあるじゃん。いい石があるじゃないか。これ雰囲気出るんじゃない。こうして、こうして。せっかくなので、ここは一つの扉つけて、こうか。こんな感じ。で、ここに本棚。オッケー、オッケー。それでは、次は本棚だね。本棚を作っていきましょう。足りるかなー。